紅葉した秋のイチョウイチョウは、ラシ植物で落葉性の高木である。日本では、街路樹や、公園樹として観賞用に、また寺院や、神社の境内に多く植えられ、食用、漢方を、材用としても栽培される。樹木の名としては他に、銀鏡、銀何や銀乱の木と呼ばれる。普通、銀乱は口述する種子を指すことが多い。街路樹など日本では、 全国的によく見かける樹木であり、特徴的な紅葉を持っているが、紅葉樹ではなく、裸子植物ではあるが、新葉樹ではない。世界で最古の原生樹種の一つである。イチョウ類は、地識的には、ペルム期に出現し、中世代まで、全世界的に繁茂した。世界各地で葉の化石が発見され、日本では、新大三期全新魚の山口県の大峰丹田から、 バイエラ族バイエラ、北海道からイチョウ族の銀行アダントイズヘア、などの化石が発見されている。しかし新生代に入ると各地で姿を消し、日本でも約100年前に絶滅したため、銀庫ビロバエルが唯一現存する種である。現在イチョウは生きている化石として、国際自然保護連合のレッドリストの絶滅危惧種に指定されている。種子を銀難というが、 しばしばこれは胃腸の実と呼ばれ食用として流通している。銀難は中毒を起こし得るもので死亡例も報告されており摂取にあたっては一定の配慮を要する。中国語で歯の形をアヒルの足に見立てて胃腸と呼ぶのでそこから転じたとする説がある。可能では胃腸の中世看護やキアウの名であるとされる。しかし、 室町時代の国語辞典、科学集では、銀南の文字に、一夜う及び、銀気あうと振り、その異名に挙げる、イチョウには、あふき役と振られており、一夜うはあくまでも、銀南の音として、銀気あうと併記され、イチョウの音とはされていない。なお、イチョウの名は中国では11世紀の梅高志神や、王洋治の死に見られ、その種子は、チョウ�と呼ばれていた。 それに対し、胃腸の後は、銀南の秋代の均衡が転じたものとする説もある。1481年頃に成立した一条、金吉の、尺草往来や1486年の、類衆も辞書、1492年頃の、新鮮類蝶来にも、胃腸はなく、銀南に、一アウトのみ振られており、これを支持する。胃腸の歴史的金遣いは、一様であるが、 元は、イテフとする例が多かった。この、イテフという仮名は、一様に当てたからだとされる。1450年頃に成立した、長倉追罰記には満幕に描かれた家紋について、大石の現在門はイテウの記と表記される。種子は、銀南と呼ばれるが、11世紀前半に上、上記イチョウ氏から入港のため解消され、用いられるようになったと考えられる。 秋織寺鎮著、本像項目に記載されている、銀南は、銀南の書質が、呉れ端の、日曜本像であるとする。官名の、銀南は、種子が白いためである。銀南の中世漢語は、陰品部であり、銀南の党印である。銀南が転化し、銀南と呼ばれるようになったものと考えられる。俗名銀庫中村才能、訓毛髄に描かれる銀南。 ゲーテ直筆の詩銀行ビロバ、デュッセルドルフゲーテ博物館所蔵。イチョウ族の学名銀行は、日本語、銀難に由来している。英語にも銀行、義行、として取り入れられている。他にも、男性名詞として、ドイツ語銀行、銀行、銀行、やフランス語銀行、ケオ、イタリア語銀行など諸言語に取り入れられている。イチョウズナが、すでに絶滅していたヨーロッパでは、 本州委長は、オランダ召喚付の医師で、日本史の著者である、ドイツ人のエンゲルベルト・ケンペルによる、外国機関の日本の植物賞において、初めて紹介されたが、そこで初めて、銀庫という綴りが用いられた。ケンペルは1689年から1691年の間、長崎の出島にいたが、その間に、中村祭、 君ズ髄の写本を2冊入手した。ケンペルが得た胃腸に関する情報は、君ズ髄2班の巻18課で書かれている。ケンペルは日本語が読めなかったので、参照番号をそれぞれの枠に振った。ケンペルの持つ写本の植物の項目のほとんどには、見出しの隣に2つ目の番号が振られていた。ケンペルの所有していた写本では、 胃腸の枝の図の横に269、漢字の見出しには34と番号が振られている。多くの日本の文献は、助手の今村玄衛門から教わったと考えられるが、公益書の通訳であった、まだ一郎表へ、名村ゴンパチと、奈良林慎衛門も、ケンペルの植物学の研究に、重要な影響を与えたことが、イギリスの医師でありこの時代随一の収集家であった。 ハンススローンが保管していたケンペルの美暴録によりわかっている。これらの参照番号はケンペルが日本に滞在していた時の美暴録でも見られる。コレクティネイやジャポニカと題された趣向には、君盲髄の漢字の見出しがリスト化されているページがあり、34番画目の見出しで、銀庫女もしくは銀器をと書くべきところを誤って銀庫と表記されている。つまり、 ケンペルの日本の植物賞以降、現在まで引き継がれている銀庫という綴りは、ケンペルの距離レム号での誤植や誤解釈などの出版の際のミスではなく、日本でケンペル自身が書き記した綴りであったと考えられる。なお、ウェブスターでは、銀庫は日本語の銀庫、銀庫に由来するとしているが、日本語の銀案が銀行と読む事実はない。 南ででは中国語の銀南からとしているが、この読みは日本語であり正しくない。この、ケンペルの綴りが引き継がれて、カール・フォン・リンネは1771年、著書、マンチッサ・プランターラム、ジャネーラム・アディショナイズ6、エスペシーラム・アディショナイズ2でイチの俗名を、銀庫として記載した。ムールやソマンは、銀巨ビロバに修正すべきだと主張し、マキノでは、 ケンペルの著書中では、区ホを、子に書き誤ったのであり、直すなら、銀庫所であるというが、植物命名規則においては、恣意的に学名を変更することはできないとされている。1712年のケンペルの銀庫という、誤った綴りは、命名規約上有効ではなく、それを引用した1771年のリンネの、命名銀庫ビロバが命名上有効であり、 林根は語職をしなかったため、訂正することができないと考えられる。銀庫は、発音や筆記に戸惑う綴りであり、通俗的に、K と G を入れ替えて、しばしば、銀庫と記される。この他、ゲーテは、斎藤詩集、ズライカの書で、銀南の葉銀庫ビロバという詩を綴っているが、ゲーテ全集初版以降、印刷では、銀庫ビロバと表記されている。 これは、アンセルドによれば、ゲーテは科学者として、学名銀行ビロバを正しく認識していたが、詩人として、銀後という語を創作してつけたという。種商名ビロバ種商名のビロバは、ラテン語による造語で、二つの列編の意味であり、歯が大きくに浅列することによっている。英語では、メーデンヘアツリーとも言う。メーデンヘアは通常は、 宝来シだぞクアジャンタムのシダを指し、英語の名伝には、諸女、または、諸女のの意味がある。名伝部屋ツリーという語は、名伝部屋フェルンによく似ているためであるとされる。語源はよく議論されてこなかったが、歯がよく似た、宝来シだを表す名伝部屋とともに、陰謀が形作る三角形から名付けられたと考えられている。木の全体が、 女性の髪型に似ているためと美化した説明もなされる。他にも、フォッシルツリー、ジャパニーズシルバーアプリコット、バイグオ、インハジングなどと呼ばれる。漢名の、胃腸は長寿の木であり、祖父が植えると孫が実を食べることができるという伝承に、基づいている。漢方では、日曜本像に見られるように、白カと呼ばれることが多い。本種は、原生では門、または、 ツナレベル以下すべてで、トエ型のためであるとされ、胃腸植物門、銀子フィータ胃腸オツナ、銀子ペシダ胃腸目、銀子アレス、胃腸科、銀子アチェ胃腸属、銀子に属する唯一の原生種で、ある。イギリスで産出した、ジュラキの胃腸属、銀子フットニーの歯の化石アメリカのシシニオヤプレシアンの、地層で産出した本種銀子ビロバの歯の化石。 胃腸綱に置かれる。胃腸は有性配偶種として自由運動可能な生死を作るが、これは素鉄と共通である。そのため素鉄類と胃腸類を合わせて素鉄類とすることもあった。また1896年の生死の発見以前は休暇植物の一以下に置かれていた。元来ラッシュ植物は種子植物から 皮子植物を除いた側系統群と定義されたため、側系統群を認めない立場から、裸子植物門は解体されて、祖鉄植物門、サイカディファイタ、イチョウ植物門、ギンコフィータ、グネツム植物門、ンティファイタ、キュウカ植物門ピナフタの4植物門に分類され、イチョウ植物門は、現生種としてはイチョウのみの一重型の門となった。裸子植物の4分類群は、 形態的には大きくかけ離れ、皮脂植物の側系統群と定義されたため、単系統性は明らかでなかったが、長谷部ールによる分子系統解析の結果、原生ラシ植物と原生皮脂植物は、それぞれ単系統群であることがわかり、現在これは蝶へールなどほとんどの研究で指示されている。そこで単系統群としてのラシ植物が再び置かれる。 ことになる。これまで裸子植物を分類群として建てる場合は、門の階級に置かれ、裸子植物門、ジムネスペルミとされてきたが、近年では、門として、より上位の分類群である、イカンタバ植物門とレイキオファイトを建て、その下に、商用植物アモン、リカファイティナと、オーバ植物アモン、ユーフィリファイティナを置くことがあり、裸子植物はその階分類となる。 この場合、蝶類は、大バ植物アモンの中のイチ蝶をツな銀コシだとされる。イチョウズナは、ソテツツナと、姉妹群をなし、ペルムキに分岐したと考えられている。イチョウズナには、イチョ蝶目銀コアレス一目、ウか銀コアチェ一カのみが属しているが、これは、ペルムキから中世代に反映した植物群である。いずれも、原生では本種のみが属する。以下に、長谷部による、 胃腸類より上位の系統樹を示す。これはパティックエトールによる分子系統樹にカンリッククレーンの化石植物を含む系統樹を組み入れたものである。オハツキーチョウの種子原生は銀コビロバ一種のみしか知られていないが変異が見られ、貝分類群として94品種が知られている。代表的な変種、または品種は以下のものである。 食用の銀杏の品種は、種子の節を参照。胃腸のシュートの横断面。ポリクローム染色で定食されたもので、直径4ミリメートル。本格的な木本製の植物であり、樹高20から30メートル、間直径2メートルの落葉鉱木となる。大きいものは、樹高40から45メートル、直径4から5メートルに達する。 茎は新生中心柱を持ち、形成層の活動は活発で、発達した二次木部を形成する。多数の太い枝を放棄状に出し、長大な卵型の樹幹を形成する。樹皮は、コルク質が、やや発達して柔らかく、単行褐色で素面。若い樹皮は、褐色から肺褐,褐色で、縦に長い網目状であるが、成長とともに、縦方向に裂けて、 コルク層が厚く発達する。枝には長枝と単枝があり、どちらも無毛である。長枝は節や葉の間隔が離れているのに対し、単枝では石管が短く込み入っており、一年に数枚しか葉をつけない。樹形は単管だけでなく株立ちのこともある。糖芽は塩水型で多数のガリンに覆われる。色づいたキタキンが、 沢の胃腸いくつもの乳根が発達している。洋身は線形で長い洋平を持つ。洋平は3から8センチメートル。洋身長4から8センチメートル。洋服は5から7センチメートル。洋脈は原始的な平行脈を持ち、二股分子して付け根から先端まで伸びる。中央脈はなく、多数の脈が基部から開け出し破片に達する。 このように葉脈が二股に分かれ、網目を作らない脈形を二股脈形と呼ぶ。葉の上端は不規則の葉状円となり、基本的に葉の中央部は朝、列となるが、新列となるものもあり、栽培品種では、異が大きい。若いものや徒長枝ほど切れ込みがよく入り、複数の切れ込みがあるものもある。 切れ込みのほとんどないものもあり、剪定されていない老木では、切れ込みのない葉が多い。葉足はくさび型。私有異種であり、葉の輪郭で私有を判別できるという属説があるが、実際には生殖期の観察が必要である。葉は、表裏ともに無毛。葉の付き方は、長枝状では、螺旋状に誤生し、短枝状では、多馬生である。また、落葉前の葉は、 鮮やかな黄色に紅葉し、波軌道などは、秋の風物詩である。紅葉したイチョウは、イチョウモミジと呼ばれる。落葉した後、翌春には古い枝から再び葉が芽吹くように見えるが、実際は、傭兵がつくのに必要な、長さ1ミリメートル程度の短い枝が新しくでき、そこに、新葉がつく。ラッパのような、筒状の葉をつける、ラッパイチョウなどの変異も見られる。また、 歯の縁に不完全に発達した有性法指紋、または襟付きの排種が生じる変種を、お初期ジービロがバ,バリエーション、エピフィラマキノと呼び、本種の系統を示す重要な形質だと考えられている。天然記念物に指定されているものもあるが、あまり珍しくない。野党では、変種として区別する必要がないとしている。また、お初期腸では、 死政法指の部に二つ以上の廃種が形成され、胃腸の化石種に似ているがその理由も不明である。樹木としては長寿で、各地に幹種が10メートルを超えるような巨木が点在している。老木になると、幹や大枝から塩水系の気根状突起を生じることがあり、これを胃腸の乳と呼ぶ。これは乳根や乳頭、乳柱とも呼ばれる。 若木のうちから乳を作る個体は、乳胃蝶と呼ばれ、古来、日本各地で、安産や子育ての信仰対象とされてきた。造園では、乳の木とも呼ばれる。この乳は、不定名や発育を妨げられた単位だ。あるいは、それから発育した潜伏目に由来し、内部の構造は、材とは違って柔らかい細胞からなり、多量のデンプンを貯蔵している。 胃腸の父は解剖学的研究から、胃ンタバケン生が過剰成長することで、形成されることが分かってきたが、その機能と相当性は分かっていない。IUCN レッドリスト1997年版で、希少種に、1998年版で、絶滅危惧に評価された。紅葉前の葉と、種子紅葉した葉と、種子有種,種で、生殖期は、 単枝状に着く。メカブの花、オカブの花日本の関東地方など、北半球の温帯では4から5月に、新芽が伸び開花する。ラシ植物なので、受粉様式は、皮脂植物と異なる。風梅花であり、有性法シのーボの花粉は、風により、遠方まで飛散し、かなりの遠距離でも、受粉可能である。まず開花後4月に受粉した花粉は、 死生法死の母の廃種端部の花粉室に数ヶ月保持され、その間に、廃種は直径約2センチメートル程度に肥大し、花粉内では数個の精子が作られる。9から10月頃、精子は放出され、花粉室から1個の精子の実が増卵期に泳いで入り、ここで受精が完了する。受精によって廃種は成熟を開始し、10から11月頃に、 種子は成熟して落下する。種子は、休憩から高大円型で、長さ1から2センチメートルの石果て様を呈する。種皮の外表皮は、投稿色で、軟化し周期を発する。内表皮は硬く、防水型で、長さ約1センチメートルで、紅白色である。普通は2両あるが、3両のものも少なくなく、塩は2、または3個。 1ラムあたりの種子数は約900個である。未生の発芽率は高い。本種の姿勢生殖器官である姿勢法指脳母は単枝の溶液に形成され、二股に分かれ、両先端に一個ずつ姿勢法指脳が形成されることで、胚種柄の先端に通常2個の胚種がつく構造をしている。胚種は、 殻の先端の襟と呼ばれる構造に囲まれているが、ほぼむき出しの状態である。襟と呼ばれる竜気は、歯の名残ではないかと考えられたこともあったが、歯の上に廃種ができる、突然変異体では、歯の上にできた廃種にも襟ができることから、歯の変形ではないのかもしれず、襟の創造性は謎である。廃種は一枚の肉厚で円筒状の主皮が、魂を包み込んでいて、 主皮は、外から、外表皮、肉質部、石層部構造、内表皮からなる。主皮は、種子の形成に伴い主皮となる。皮脂植物は内種皮と、外種皮の2枚があるので、種皮も内種皮と、外種皮の2枚あるのに対し、胃腸を含む、螺脂植物は、種皮が1枚なので、種皮も1枚である。銀難は、臭い肉質の部分と内側の硬い殻が、 印象的であるため、外主皮と内主皮と呼ぶ記述も見られるがこれは誤りである。本種の姿勢配具体や増乱期の形成過程は疎鉄に類似している。有理核分裂による多角性段階を経て細胞壁の発達した多細胞段階になる。胚種の発生初期において主皮と姿勢方子脳の間に隙間があるが、発生が進むにつれ両者は融合する。 この間に、主皮と姿勢胞指脳ともに、細胞分裂と伸長を行い大きくなるが、姿勢胞子脳の先端部分が伸び出ししばらくすると、先端部内側の細胞が崩壊し、花粉質と呼ばれるクレーター状の構造ができる。姿勢胞子脳の外側にある主皮は、先端部分が伸びて、主胞となる。姿勢胞子脳の中の姿勢胞子は4月の受粉後、有利核分裂を行い、 その後細胞質分裂によって数百細胞からなる姿勢配偶体が形成される。姿勢配偶体の細胞は分裂と伸長を繰り返し、姿勢放子能の花粉質側にまで広がる一方、姿勢放子能は退縮して薄くなる。姿勢配偶体上に通常2個の増乱器が形成される。資源細胞は主工側の表皮細胞であり、波層分裂により、 中央細胞と第一次系細胞ができ、それがすぐに垂直分裂をして2個の首細胞となる。増卵期は首細胞、腹溝細胞、卵細胞からなり、首細胞が花粉質に抜き出しとなる。有性器官も谷枝の溶液上に有性胞子の応ぼとして形成される。有性胞子様は軸のみに退縮していて先端に2つの 優性方子脳を形成する。優性方子脳母は、お嬢家女様で、軸上に多数の付属体がつき、各付属体は、通常2個の優性方子脳を先端につける。姿勢方子脳の中には一つの姿勢方子しか、形成されなかったが、優性方子脳の中では、原数分裂によって、数百零個の優性方子が形成される。有性方子は、 有性胞子脳の中で分裂して、一つの優、原細胞、一つの花粉管細胞、二つの配偶体細胞の合計四細胞からなる有性配偶体となり、これが花粉である。小胞子脳の中のが分裂し、四分子の小胞子を作る。有性配偶体は素鉄に似ており、花粉散布時には、生殖細胞、花粉管細胞、二個の全養体細胞の四。 細胞性の構造をとる。花粉が風で排珠まで運ばれると、思考にできた受粉しずくに付着して、排珠の内部に運ばれる。生殖細胞は、不燃細胞と制限細胞に分裂し、制限細胞は、もう一度分裂し2個の生子となる。花粉は分子する、花粉管を伸ばし、吸気として働く。 ラッシュ植物の有性配偶子は花粉によって運ばれ、内グネツム類や休花植物では花粉粒から花粉管を伸ばして肺脳まで有性配偶子が運ばれるが、本脂及び素鉄は花粉管から自由運動可能な精子が放出されて受精が行われる。八百九十五年帝国大学理科大学植物学教室の助手、平瀬作五郎が出脂植物として 初めて弁網を持って遊泳する胃腸の生死を発見した。平瀬は当時、銀眼の内部にあった生物らしきものを寄生虫と考えたが、当時助教授であった池野聖一郎に見せたところ、池野は生死であると直感したという。その後の観察で、生死が花粉管を出て動き回ることを確認し、平瀬は1896年10月20日に、 発行された植物学雑誌第10巻第116号に、イテフの成虫に収むてという論文を発表した。裸子植物である胃腸が、皮脂植物と同じように胚珠を進化させながら、同時に有性生殖細胞として、原始的な生死を持つということは、進化的に見て、シだ植物と種子植物の中間的な位置にあるということを示している。 この業績は1868年の明治、維新以降、欧米に学んで、近代科学を発展させようとした、黎明期において、世界に誇る研究として、国際的にも高く評価された。後年、平瀬はこの功績によって、学士院恩師賞を授与されている。加藤は、当時植物園教室は、小石川植物園内にあり、身近に胃腸が植えられて、 研究材料として簡単に利用できる状態であったということが、この研究の一助となったとしている。生死の発見された木は、樹高25メートル、直径約1.5メートルのメ木であり、今日も小石川植物園に現存している。体幹体処性があり、強肩で抵抗力も強いので、日本では北海道から沖縄県まで広く植栽されている。 北半球では、メキシコシティからアンカレッジ、南半球では、プレトリアからダニーデンの中、高緯度地方に分布し、極地方や赤道地帯には、採植されない。年平均気温が冷摂氏20度の降水量、500から2000ミリメートルの地域に分布している。自生地は確認されていないが、中国原産とされる。中国でも10世紀以前に記録はなく、 古い記録としては、王洋治むが、王陽踏みただ公衆に書き記した珍しい果実のエピソードが確実性の高いものとして知られる。それに先立ち、現在の中国安貴小船上市付近に自生していたものが、11世紀初めに、当時の北総王朝の戸があった開封に植栽されたという利和文による記録があり、中国で胃腸が広く見られるようになったのは、 それ以降であるという説が有力である。中国の暗記賞を呼び、石膏賞には野生状のものがあり、他の新葉樹、紅葉樹と混成して、森林を作っている。その後、仏教寺院などに盛んに植えられ、日本にも薬種などとして伝来したとみられるが、年代には古墳、飛鳥時代説、奈良、平安時代説、鎌倉時代説、 室町時代説など諸説あるものの、憶測や風説でしかないものも混じっている。六国史や平安時代の王朝文学にも記載がなく、鶴岡八幡宮の王位長を根拠とする説も根拠性には乏しいため、1200年代までには、位長は日本に伝来していなかったと考えられている。行与により1445年頃に書かれた、問答式の辞書、愛能章には、 新婚助人本蔵和明にも記述がないとある。1323年に、当時の元のネ派から、日本の博多への航行中に沈没した、貿易船の海底遺物の中から遺腸が、発見されている。1370年頃に成立したとみられる、こと性定金往来が、文字資料としては、最古と考えられる。そのため、 1300年代に貿易船により輸入品として銀杏が伝来したと考えられる。南北朝時代のこの絵道ぐの日記、愚観記には銀杏の木について、室町時代の国語辞書、科学集にも樹木として記載がある。また、15世紀の新鮮類樹往来には果実、種子としての銀杏が記載されている。室町中期には、 イチョウの木はかなり一般化し、1500年代には種子としても樹木としても人々の日常生活に深く入り込んでいったと考えられる。幹周8メートル以上の巨樹イチョウの日本列島における分布は東日本89本、中部日本21本、西日本50本となっている。ヨーロッパには1692年。 ケンペルが長崎から持ち帰った種子から始まり、オランダのユトレヒトやイギリスの給植物園で栽培され、開花したという。1730年頃には、生樹がヨーロッパに導入され、18世紀にはドイツを、はじめヨーロッパ各地での植栽が進み、1815年には、ゲーテが、銀南の葉と名付けた、恋愛史を記している。 胃腸の年輪木材としての知名度は低い。組織は、針葉樹のものと似ている。材は、紅白色で、新材と偏材の色の差は、ほとんどない。総材と万材の差が少ないため、年輪ははっきりとせず紅葉樹材のようであり、材は緻密で均一、柔らかいため加工性に優れる。肌目は、生で、目利は、通直で、半曲節。 列及び収縮が少なく、歪みが出にくい量材である。木材の中に、異形細胞を持ち、その中に、根平等型の周酸カルシウムを含む。基間比重は0.55で、やや軽難で、耐久性は低い。器具、建具、家具、彫刻、カウンターの天板、構造材、造作材、水回りなど、広範に利用されており、5番や将棋盤にも、 適材とされる。ただし、か屋に比べ音が良くないため評価は低い。その他、古くは鳥屋のまな板に好まれた。溶剤は他に、和服の立ち板としても使われる。胃腸の盆栽土地を選ばず生育し、放火力が盛んで、病虫害が少なく、強い剪定にも耐えるため、庭園樹、公園樹、街路樹、暴風樹、防火樹などとして植栽される。日本では、 庭園や公園に植栽されたり、自社の境内にも多く植えられるが、大規模な増林地になっているものはない。古い社寺の境内には、樹齢数百年を経たと称される、大井町が多く見られる。外国の植物園でもよく見られる。盆栽にも利用される。盆栽は未生、または挿し木によって作られる。父いちはよく盆栽に作られる。 高木になるため、庭木としての利用は少ないが、成長が遅い父以上は、庭木としても用いられる。また、樹皮が厚く、コルク質で気泡があるため、耐火力に優れているとみなされ、防火植林に用いられる。江戸時代の日よけ地に多く植えられた。大正時代の関東大震災の際には、炎症を防いだ例もあったため、防災を兼ねて、事故で記載する。 街路樹に胃腸が多く植えられるようになったという。これを提案したのは造園家の長岡阿弥であったことが2019年12月27日放送のチコち,ちゃんに叱られる。で取り上げられた。街路樹病害や中害がほとんどなく、紅葉樹の美しさと大気汚染や剪定、火災に強いという特性から街路樹としても利用される。 2007年の国土交通省の調査によれば、街路樹として57万本のイチョウが植えられており、十種別では最多本数。東京都の明治神宮外苑や大阪市御堂筋の街路樹などが銀南並木として知られている。大阪を代表する御堂筋のイチョウ並木は、1966年時点で樹齢約50年、867本あった。 メカブでは周期に落下した種子が異臭の原因となる場合があるので、街路樹への採用にあたっては、果実のならないオカブの実を選んで植樹される場合もある。移植は容易で、大木であっても移植することができる。著名な胃腸の効きた菌が沢の胃腸樹齢千年以上とされる。津島にあることの大胃腸日本には、樹齢千年以上と称される胃腸の巨樹が各地にある。 そのため、素鉄と同様に天然記念物に指定され保護されているものも多い。社会や文化との関わりの項も参照。胃腸の葉や種子は古くから薬用に利用され、中国の新農本草業や本草項目に遡る。健康な一般成人では胃腸は適切な量であれば食用として安全である。しかし生もしくは加熱した胃腸種子は 有毒であり深刻な副作用を起こす可能性がある。種子胃腸の種子は銀眼といい、硬い種皮の内表皮の中に含まれる排乳が食用となる。身と説明されることもあるが果実ではない。これを食用とするのは日本や中国など東アジアにおける習慣である。これは中国の本草学図書である商工本草にも記載される。 薬用として利用されていたことが、秋代の協定権が1581年に表した、1万、病解春に記されている。賃害作用があるとされる。一氏は、直径1センチメートル程度の防水型で、新鮮な状態では光合成色素のクロロフィルの、存在により緑色を呈するが、収穫後は殻付きで保存しても常温に置くと、短期間のうちに黄色に退色化する。 加熱により、半透明の鮮やかな緑色になるが、加熱を続けると微酸性である、死んだ細胞の内容物との作用で、クロロフィルのマグネシウムが外れ、高褐色のフェオフィチンとなる。茶碗蒸しやおこわなどの具に使われたり、煮物や鍋物、揚げ物、炒め物など広範な料理に用いられ、酒の魚としても用いられる。和食料理のあしらいとして欠かせない食材で、 殻は割り、渋皮は弱火でいるか、茹でると綺麗に剥ける。韓国では、露店でもいった銀南を販売している。加工品としては砂糖漬けやオリーブ油漬け、水煮などの瓶詰や缶詰が売られている。デンプンが豊富に含まれ、もちもちとした食感と独特の歯ごたえがある。他にも、レシチンやエルゴステリン、パントテン酸、カリウム、カロチンや、 ビタミン C も含有している。ただ、独特の苦味及び、主皮の外表皮には、悪臭がある。秋の食材だが、加熱して、真空パック詰めにした商品は、年中手に入る。銀南は古くは、米の強作時の備蓄食料に使われたと言われており、今日では、日本全土で生産されているが、特に、愛知県稲沢市は、銀南の生産量日本一である。 銀南採取を目的としたイチョウの栽培は1841年、祖父江町に富田英左衛門が、後の九樹となるイチョウ苗を植えたことに始まるとされる。愛知県では銀南収穫用に畑で低く仕立てられ、栽培される。佐賀県でも嬉野市の塩田町で、雲州みかんからの添削としてよく栽培される。銀南の収穫を目的とした栽培品種があり、 大粒番生の、東九郎、大粒中世の、九樹、大粒合わの、騎兵、中流合わの、金兵衛、中流中生の、栄心などが主なものとして挙げられる。東九郎は、岐阜県水星、九樹、金兵衛、栄心は、愛知県稲沢市、長瀬は、愛知県甘郡発祥の品種である。熟すと肉質化した種皮の外表皮が異臭を放つ。異臭の主成分は、 下記の皮膚炎の原因となる銀コール酸である。一臭により、ニホンザル、ネズミなどの動物は食べようとしないが、アライグマは食べると言われている。この外表皮を塗ると、黒子が取れるとする薬効が、小胸本像にある。春に咲き走って収穫される、走りの銀杏は、翡翠に似た、鮮やかな緑色を呈し柔らかく匂いも少ないことから、 通常の時期に収穫されるものより高級とされる。また銀乱にはアナカルド酸が含まれ、ノストック属シアノバクテリアの糸状態に対して強力な殺菌活性を有しながらも、毒性を示さない極低濃度では明瞭なホルモゴニア、文化誘導活性を示す。毒性胃腸の種子は皮膚炎及び食中毒を起こすことが知られている。1379年の 種樹書にはすでに銀難に毒性のあることが記載されている。銀難中毒になる危険性があるため、日本では年の数以上は食べてはいけないという言い伝えがある。種皮の外表皮には乳白色の乳液があり、それにはアレルギー性皮膚炎を誘発する銀コールやビロボールといった銀コール酸と呼ばれるアルキルフェノール類の脱炭酸化合物を含んでいる。 これは、漆の漆オールと、類似し、かぶれなどの皮膚炎を引き起こす。胃腸のヒバは、シミなどに対する、防虫剤として用いられる。これは、銀コール銀コール酸が歯にも含まれているからである。食用とする種子には、ビタミン B6 の類炎体4を、メチルピリドキシンが含まれているが、これは、ビタミン B6 に拮抗して、 ビタミン B6 欠乏となりギャバの生合成を阻害し、稀に痙攣などを引き起こす。銀難の大量摂取により中毒を発症するのは小児に多く、成人では少ない。大人の場合かなりの数を摂取しなければ問題はないが、1日、5から6粒程度でも中毒になることがあり、特に報告数の70%程度が5歳未満の小児である。小児では7個以上。 大人では40個以上の摂取で発症するとされる。太平洋戦争前後などの食糧難の時代に中毒報告が多く、大量に摂取したために死に至った例もある。1960年代以降銀難中毒は減少に転じ、1970年代以降死亡例はない。蒸気の通りビタミン B6 欠乏により中毒が起こる。 ため、食料事情の改善に伴う、栄養状態の改善により減少したと考えられている。症状は主に下痢、大き、嘔吐等の消化器症状及び縮道めまい、痙攣や心鮮等の中枢神経症状で、加えて、不整脈や発熱、呼吸即白等の症状も報告されている。ドイツでは、胃腸の成分が医薬品と認められている銀コライドの 構造式胃腸用には、フラボノイド、テルペノイド、アルキルフェノール類が含まれる。主要なフラボノイド成分は、ビフラボン、フラボノール、フラボンであり、このうち胃腸用エキスのビフラボンが有量はわずかで、ある。ビフラボンは、アメントフラボン、アメントフラボンの誘導体であるビロベチン、ギンクゲチン、イソギンクゲチン、シアドビチシン、ゴメトキシビロベチンが含まれている。 フラボノール及びフラボノール配当体は約20種が含まれており、主要なアグリコンはケンフェロール、ケルセチン、イソラムネチン、ミリセチンなどで、配当体の頭部に多いのはグルコース、ラムノース、ルチノースなどである。また、2種類のプロアントシアニジンも報告されており、胃腸用エキスには約7%含まれている。テルペノイドには共に胃腸に、 特有な物質である銀コライド及びビロバライドがあり、胃腸用液ス中には、前者2.9%、後者3.1%が含まれている。銀コライドはタートブチル元を持ち、6個の五印鑑から、なる、カゴ型構造を有するジテルペンである。これまでに、銀コライド A、銀コライド B、銀コライド C、銀コライド J、銀コライド M の5種類が見つかっている。 ただしこのうち銀コライド M はコンピのみから見つかっている。ビロバライドモタートブチルモトを持つが4個の5インカインを持つセスキテルペンである。アルキルフェノール類である銀コール酸は歯にも含まれる。銀コール酸は人のがん細胞に対する増殖抑制作用が知られている。生理作用胃腸用エキスの生理作用は主に抗酸化作用と血液凝固抑制作用。 神経保護作用、抗炎症作用であり、その他、血液循環改善作用、血圧上昇抑制作用、血糖上昇抑制作用の報告もある。胃腸用液ス中のフラボノイド類には、脂質化酸化、血小板凝集炎症反応などに関係する活性酸素や、フリーラジカルの消去作用、血小板凝集の阻害効果、 炎症細胞からの活性酸素酸性の抑制作用が認められる。胃腸用エキスイーグブ761は、ヒドロキシラジカル、ペルオキシラジカル、スーパーオキシドラジカルに対して、消去作用を示すことが知られている。また、胃腸用エキスの中の銀コライド B は特異的な血小板活性化因子の阻害物質ということが確認され、脳梗塞や、 動脈硬化の予防の効果が期待されている。有効性中国では古くから薬用に用いられていたが、胃腸用エキスが現代医学において効果があると示されたのは1960年代、ドイツの製薬会社で開発された胃腸用エキスが脳や抹消の血流改善に使用されたことに端を発する。ただし、中国でも胃腸用を薬用とするようになったのは、 おそらく身長以降であると考えられている。本造品異性用には、胸もん心痛や激しい動機、単純が有害、水溶の下痢、白帯を治すとある。E グブ761を用いた臨床試験において、記憶力衰退の改善、認知症の改善、めまいや耳鳴り、頭痛などの脳機能障害の改善、不安感の解消などの有効性が報告されている。 しかし、アメリカ国立保管統合衛生センターによる、高齢者3000人を対象とした研究では、胃腸には認知症もしくは認知機能低下の予防や、緩和には役に立たないとされている。抽出日本と欧米では、製造方法が異なり、日本では健康食品として使用されるため、食品衛生法の規制により、エタノール抽出が行われるが、欧米では、 アセトン抽出が行われている。欧米のアセトン抽出による胃腸用エキスは EGB761 というコードネームが付けられ、この薬理学研究は多数行われている。胃腸用エキスで特定されている成分は、顔料がエキス全体の半分にも満たないフラボノイドやテルペノイドなどであるため、フラボノイドや テルペノイドなどのガ有量が同じであっても、アセトン抽出品とエタノール抽出品が同等か、どうかの判断はできない。雑誌などで、胃腸ハジャの作り方が掲載されることがあるが、胃腸用を集めてきて、自分で調整したお茶にはかなり多量の銀コール酸が、含まれると予想され、推奨されない。企画ドイツでは、フラボノイド22から27%、 テルペノイド5から7%、銀コール酸5 p p m 以下の規格を満たす、胃腸用エキスが医薬品として認証されており、日本においても、公益財団法人日本健康、栄養食品協会が胃腸用エキス食品に対し、胃腸用エキスを 20mg 以上含有し、銀コール酸を 5ppm 以下とするよう基準を、設けている。しかし、 同協会の認証を受けていない商品については、そういった基準はない。なお、胃腸用は日本から、ドイツやフランスへ輸出されている。日本では、胃腸用を素材とした健康食品は、食品として流通しているが、医薬品として認可されておらず、食品であるため効能を謳うことはできない。しかし、消費者に対し課題な期待を抱かせたり、 医薬品医療機器等法で問題となるような広告も参見される。国民生活センターのレポートによると、アレルギー物質である銀ール酸有効物質であるテルペノイド、フラボノイドの含有量には、製法と原料由来の大きな差が見られる。また、お茶として長時間煮詰めると、ドイツの医薬品規格以上の銀ール酸を、 摂取してしまう場合があるとし、異常などが現れた場合は、すぐに利用を中止し、医師へ相談するよう呼びかけている。副作用胃腸用エキスの摂取による、副作用として、稀に軽度の胃腸障害、頭痛、アレルギー性皮膚炎が知られる。2 4 0ラム以上の胃腸用エキスの摂取や、医薬品規格を満たさないものの摂取では、安全性は、明確になっていない。また、 出血傾向も認められる。稀な副作用としては、スティーブンス・ジョンソン症候群、下痢、吐き気、筋弛緩、発疹、口内炎などが報告されている。相互作用胃腸用エキスには、血液の抗凝固促進作用があり、アスピリンなど、抗凝固作用を持つ薬との併用には、注意を要する。インスリン分泌にも影響を及ぼすため、糖尿病患者が摂取する場合は、 医師と相談した方が良い。また、抗うつ剤や肝臓で代謝されやすい薬も、相互作用が生じる、可能性がある。原因は明らかでないものの、トラゾドンと胃腸用エキスを摂取した高齢の、アルツハイマー病患者が、渾水状態に陥った例も報告されている。利尿剤との併用により、高血圧を起こしたとの報告も一例ある。胃腸は日本では、神社や、 寺院などに多く植栽され、全国的に民家に植えるのはどちらかといえば意味嫌われる傾向にある。上沢寺のお初期委長委長に関しては多くの伝承が伝わっている。杖銀南とは空海や新蘭日蓮といった高想瞑想が携えた杖を地面に刺したものが成長し、根を張り、枝葉を生じたというもので、 東京都港区麻布善福寺の善福寺の胃腸山梨県南駒郡美濃部町の上沢寺のお初木胃腸などは、その一例である。また、しばしば見かける、逆さ銀南とは、枝葉が下を向いて生えることを称しており、善福寺の胃腸上沢寺の胃腸のほか、京都市下京区の西本願寺の逆さ胃腸などが有名であるが、それ以外にも、 全国各地に点在している。古い胃腸の木に生じる気根に触れたり、気根を削って煎じたものを飲んだりすると土の出が良くなるという、乳胃腸の古木も全国各地に見られる。川崎市の養合寺の胃腸や仙台市宮城野区の、新潟家の胃腸、富山県氷見市の、上日寺の胃腸、千葉県勝浦市の、高寺市寺の寺寺の胃腸が特に知られている。 青森県に室軽郡深浦町の北金が沢の胃腸はたらちねの胃腸とも呼ばれて数形されてきた木で母乳の不足する女性が青森県内はもとより秋田県や北海道からも願掛けに訪れ既婚におみきと米を備えて祈る風習が1980年代半ばまで続いていたと言われる徳島県伊野郡上伊町の入保神社の胃蝶も入��でこれは 神社名の由来になった樹木であり、神木である。ここでは、既婚の先を白紙で結んでおくと病気兵優や父の出が、良くなるといった、ご利益があると信じられてきた。小授銀南には、東京都都島区法、明寺岸も神道境内の胃鳥が知られ、その木を女性が抱き、その葉や樹皮を肌につけると子宝が授かるという、伝承がある。泣き銀南には、 芝県市川市の愚法寺の胃腸が有名で、愚法寺一世引いただきが、洋夫婦、きつね忍ぶの感動を受けて、この木の周りを泣きながら度胸したという伝承に由来する。各地の泣き銀南の伝承には様々なタイプがある。明治年間、日比谷通りの拡幅工事が実施されて、胃蝶の木が伐採されようとした時、造園家の本田清六が私の首をかけるとして、 伐採に反対したのが、東京都千代田区の日比谷公園内にある、首掛け胃蝶である。日比谷公園は、1903年に、本田によって増援され、胃蝶は25日かけて、レールを用いて同地に移植された。小説家の橋本治は、東大紛争の最中の1968年、東京大学在学中に、東京大学駒場祭りのポスターに、 止めてくれるなおっかさん背中の胃腸が巻いている男、東大どこへ行くというコピーを打っている。それは、背中に、銀南のバッジを姿勢風に描いた、ヤクザ風の男のセリフであり、官邸流で書かれたものであった。胃腸は火災に強く、生命力が旺盛なところから、復興のシンボルとされることがある。千代田区大手町の、震災胃腸は1923年の、 関東大震災に伴う周囲の火災から、唯一消失を免れた個体であり、栃木県宇都宮市の朝日町の第一町も1945年の宇都宮空襲で被災し、一旦は焼け焦げたものの、翌春に芽吹いたものである。世界的には上述したように、ドイツのヨハンボルフガングフォンゲーテの恋愛誌、銀眼のハギンゴビロバが知られるが、宮沢賢治の童話に、 イテフのみという作品がある。短歌としては、次の歌が有名である。山川富子、増田雅子との豪著詩歌集、恋衣に収載されている短歌である。何百、何千という胃腸の葉が、夕日の中を舞い散る様は、まるで、おびただしい数の鳥が飛び交うようだという、極めて鮮やかな視覚的イメージを読者に与え、ジョークよりどこか動画のような印象も呼び起こされる。 中華である。俳句においては、銀南の季語は秋である。また、銀南散る、銀南紅葉は、共に、晩秋の季語、銀南落葉は、初頭の、銀南の花は、晩春のそれぞれ季語となっている。晩秋に紅葉して、それが散って路面に敷かれると、あたりが、大変明るくなり、それを読んだ句もある。熊本城の大井町日本三名城の一つ、熊本城は、 別名、銀南城と呼ばれている。これは、加藤清正が、熊本城を築城した際、天守の傍らにイチョ鳥が植えられたためとされる。現在生えているイチョ鳥は二代目である。これが起源となって、熊本市の木は、銀南となっており、熊本市は、銀南の戸と呼ばれることがある。熊本大学の交渉にもイチョ鳥が用いられており、 熊本市にはかつて銀南学園短期大学という私立短期大学もあった。かつて鹿児島本線で運行していた急行列車銀南2018年11月30日まで北九州熊本間を運行していた高速バス銀南号などはそれに由来する。鴨の御祖神社の宿として知られる日本の聖史に異常史がある。幕末期に 公明天皇に仕えた、伊調、勝子などが知られる。また、銀南氏という聖氏もある。三つ、銀南銀南鶴伊調の葉をかたどった門所は、銀南として、古くから用いられた。区芸では、藤原北家花山院流の飛鳥池のみが用いており、当主が十六葉、詩子が十二葉、諸子が六葉、一門が八葉の銀南を図案化した、門を用い、 家臣に賜物組みする者には三業を用いるなどの規則があった。武家では、越前国栽培藩の藩主であった真部氏が、丸に三つ引き領と共に、三つ銀乱を使用した。また、源義仲の末裔を称し、関東官令上杉氏に仕えた大石氏が、銀乱の二葉だったとの記録がある。江戸幕府の旗本では、学部、大石氏の他、騎士、土方、 林町田、大芝、渋江、水島、森、平田、富士野、竹村、坪内大岡、青木、大熊、長谷部の諸氏が、銀万門を用いた。なお、沼田よ助、日本門小学には、徳川氏が、青い門を家門とする以前は、銀万門を家門としていたのではないかという見解が、記されている。ユニークなものでは、 銀杏の葉を飛んでいる鶴の形に図案化した銀杏鶴という門所が知られ、江戸の歌舞伎小屋中村座の縄文となっている。銀杏返し女性の髪の言い方で、タブサを二分し左右に曲げて、それぞれ輪を作り毛先をもっといで根に結んだ髪型を銀杏返しと呼ぶ。この髪型は江戸中期から少女の髪型として行われ、 明治以降は中年向きの髪型となった。また、島田曲げの曲げの先を、銀杏の葉の形に広げたものを、銀杏曲げと呼び、この曲げの中に、浅木色、または、紫の無地のちりめんを巻き込んだものを、銀杏崩しと呼ぶ。ただし、銀杏曲げは、江戸時代の男性の曲げである、銀杏頭のことを指すこともある。これは二つ折りにした田草の破血先を、 銀杏の葉のように広げたものである。武家の結い方で、曲げの刷毛先を銀杏葉型に大きく広げた結い方を大胃腸と呼び、現在では、相撲で重量以上の力士が行う。胃腸の特徴的な葉の形を銀杏型と言い,い、蒸気の紋所や髪型の故障として親しまれてきた。他にも、特徴的な葉の形になぞらえ、様々なものの命名に用いられてきた。例えば、 野菜を縦10文字に4つ割りにすることを銀杏切りという。また、末広の禅の足を銀杏足、末広の下駄の歯を銀杏歯という。オスのオシドリエクスゲイローレイキロッタの両脇の羽は胃腸の歯に似るため銀杏羽と呼ばれる。胃腸白ジラメッセイプロドン銀コデンズの頭骨。下顎の一体の歯が銀杏型をしている。ユウスケの楽曲に胃腸がある。 演芸番組、商店の大喜利では、レギュラー出演者の三遊亭小ユーザーが、回答の際に、銀に拾いのネタをよく用いる。日本においては、本種は馴染み深い木である。そのため、各自治体のシンボルマークや市町村の木、交渉などに採用されてきた。東京都シンボルマーク、所沢市のマンホールに描かれたイチョウの、 は東京大学のロゴマーク、大阪大学のロゴマークドイツ環境財団のロゴマーク、日本国外の自治体ソウルの聖金館、明林堂前に立つ胃腸の大樹。1519年に植えられたとされ、聖金館大学校のシンボルマークも胃腸の葉になっている。ありがとうございます。